ではこれより新型コロナウイルス感染症にかかる知事会見を開催いたします。では玉城知事からコメントをお願いいたします。はい、では、コメントいたします。肺細工水溶中型ビラ、本日午後沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしました。感染状況や、専門家会議の意見などを踏まえ、発令中の感染拡大警報、そして現行の対処方針の継続などについて確認をいたしました。沖縄県ではゴールデンウィーク連休後に新規陽性者が急増して感染拡大が続いていることから、コロナ感染拡大警報を本島県域と宮古県域に発出し、感染対策の徹底を改めて呼びかけてきたところです。5月26日まで引き続き重点的に、特に子どもたちを守るための取り組みをよろしくお願いいたします。まず登校の前には健康状態をしっかりチェックをし、症状があるときは下校は控えてください。それから部活動はできる限りマスク着用の徹底やこまめに換気をすること、そして着替える際には密にならないように順番を決めることなどもぜひ徹底していただきたいと思います。また練習はいつものメンバーで行い、他校との練習試合などは基本的には延期をしてください。次に学童や学習塾においてはやはり換気を徹底してください。マスクの着用や黙食など学校の教室に応じた準じた対策を実施していただきますよう、学校や部活塾が終わったらまっすぐ帰宅し、帰宅したら手洗いとうがいを徹底してください。自宅においても友達と集まらないこと、また自宅療養する場合に備え市販薬やスポーツ飲料などをぜひご常備ください。子どもたちを感染から守るためぜひご協力をお願いいたします。疫学統計解析委員会の資料によりますと、連休後の約1週間における新規入院患者の 50% 以上が70歳以上の方となっており、高齢者への感染拡大と重症化が懸念されます。また基礎疾患のある方も高齢者と同様感染すると重症化する恐れがあります。高齢者の皆様や基礎疾患をお持ちの方はできるだけ同居家族以外の方と会うのは避け、会うのは控え、県民の皆様は大人数との会食などのリスクの高い行動は避けてください。親戚知人の方々は高齢者の家を訪問したり、一緒に食事をすることはお控えください。なお対策本部では陽性者が発生した高齢者施設などの支援を行っています。現在高齢者施設における感染が拡大していることから、一緒に施設を支援していただける看護補助者を募集しております。沖縄県のホームページに募集の詳細を掲載しておりますので、ぜひご覧いただきご協力ください。妊婦の方は新型コロナウイルスに感染すると重症化リスクが高まる可能性が報告されており、感染の拡大も続いています。妊婦さんやその同居するご家族等だけではなく、私たち県民全体で感染拡大を抑えていきましょう。さて県民一丸となった取り組みの一方で、5月18日時点の県全体における病床使用率は 55.3%、先週水曜日と比較しますと 2.2 ポイント上昇し、連休後の5月6日以降は引き続き高い水準で推移しています。また非コロナの病床使用率も5月18日時点で 94.7% と非常に高い状態が続いており、医療の逼迫が続いています。また医療従事者の休職者も多くなり、医療機関は深刻な影響を受けています。医療の現場については、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の委員から、感染が拡大しながらも社会経済活動を再開していく風潮に対して医療従事者の負担感が増しているという意見もありました。
医療従事者の疲労はピークに達していると思われ、深刻に受け止めています。そのような中、医療機関においては夜間や休日に検査の目的などで不急と思われる理由によって救急病院を受診する事例も増えてきております。救急外来は待ち時間が3時間を超えるなど、救急外来の負担となっております。本来の救急外来の運用ができない状況になっています。県民の皆様には次のとおり適正な救急受診をお願いいたします。まずコロナの検査のみを目的としたような救急受診はお控えください。夜間休日に急な子どもの病気の対処などに迷う場合には、小児救急電話相談#8000#8000へご相談ください。症状が軽い場合には薬局で購入できる医療用の抗原定性検査キットの活用や市販薬などを服用することも可能です。なお医療用の抗原定性検査キットはご自身で検査結果を確認することができますので、陽性となった方をオンライン等で医療につなげるための抗原定性検査陽性者登録センターを再開しています。ご活用ください。詳細は県のホームページなどでご確認いただければと思います。県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。この抗原定性検査については短時間で検査結果が分かることから、このような、活用も進めていきたいというように思います。ワクチン接種は重症化や入院予防効果等が期待されております。ご自身や周りの方、特に高齢者などハイリスク者のためにも1回目2回目の接種を含め3回目のワクチン接種がまだの方は、県や市町村で利用可能な会場での接種をぜひ、ご検討ください。沖縄県ではさらなるワクチン接種の加速化のため、6月4日土曜日、6月5日日曜日にイーアス沖縄豊崎にて県広域ワクチン接種センターの臨時会場を設置し、県ホームページから予約を受け付けることができます。なお3回目の接種であれば予約なしでも受けることができますので、ぜひお出かけついでにご検討いただければと思います。3年ぶりにまん延防止等重点措置などのないゴールデンウィークを過ごした後、感染者数が高止まりする中において厳しい状況ながら医療提供体制を維持できていることは、県民の頑張りと医療従事者の皆様の献身的な努力によるものであると考えています。感染対策と社会経済活動を維持していくことの難しさを痛感しておりますが、安全安心にできるだけ普段の社会生活を送りたいという県民の皆様の期待も膨らんできていると認識しています。コロナ禍において社会経済活動を維持し続けるためには、県の感染対策はもとより県民お一人お一人、事業の一社一社のあらゆる場面での基本的な感染対策の徹底を実践していくことこそが一番大事だと考えております。引き続き感染拡大防止に全力で取り組んでまいりますので、今一度県民の皆様においては気を引き締めていただき、感染対策の徹底をどうぞよろしくお願いいたします。はい、発表は以上です。はい、ではただいまのコメントに関しましてご質問をお受けいたします。まず県内幹事社琉球放送さん、お願いします。琉球放送、今井です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。先日の知事の会見から、はい、メッセージが、ちょっとあまり変わってないようにも感じるんですけども、今回特に重点的に込めたメッセージはどういうところですか。はい、特に子どもたちの感染が広がっているということもあってですね、学校でちょっと遅れ気味になっている PCR 検査ではなくて抗原定性検査のキットを活用した、そういう方針も取り入れていこうということで、今学校の現場ではそのように考えています。ですが救急の現場ではこの検査を目的とした救急利用のために、本来本当にその
診療を受けようという方が3時間とか4時間とか待っているというそういう状況が続いてきています。ですから医療用の抗原定性検査キットは自分で検査結果を確認することができるので、その場合には抗原定性検査陽性者登録センターをご利用くださいということで呼びかけをさせていただきました。ですから PCR だけではなくて抗原定性キットも活用しながら県民の皆さんには引き続き感染防止対策と、もし症状がある方で、陽性になった方は、そのようにオンラインを、活用して、医療や療養にしっかりご自身で、つながるようなそういうような取り組みもぜひ協力をお願いしたいというところです、はい、ありがとうございます。続きまして県外幹事社毎日新聞さんお願いします。すみません、毎日新聞だけです、はい、改めてなんですけど現時点でまん延防止等重点措置について、はい、どのように適用についてどのように考えていらっしゃいますか。はい、はい、非常にその、数字も医療の現場も逼迫しているという状況は先ほど申し上げた通りなんですが、ただ10代や10歳未満の新規陽性者が多い状況となっていることから、飲食店の時間短縮や休業を内容としている現在の措置ではどのような効果が望まれるか見込まれるかというようなことについてですね、さらに国の担当部局ともしっかり調整をしながら、ではどういうところで重点的にそういう措置をかけていくかということが可能かどうかということを常に意見交換をしてその方向性を見ていかなきゃいけないというように思いますので、そういうことも含めて今検討を進めながら効果的な対策が取れるかどうかについても国の方との情報交換情報共有をしているところです。現時点でその適用を要請する考えというのはないということでよろしいですか。飲食店が中心のマンボウはおそらく私はそれはデルタ株の場合と今のオミクロン BA.2 の場合とは全く違うだろうというように、数字的にもそういう、なんていうんですか、逆のエビデンス、要するにかけても効果がないのではないかという逆エビデンスとしての数字が出てますので、ですからそういうことを見るとやはり本当に必要な対策はどういう対策なのかということをしっかりとなんていうのかな、見極めていきたいというように思います、はい、はい、ありがとうございます。ではその他の社の皆様からお受けいたします。ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。琉球新報さんどうぞ。すみません、琉球新報の塚です、はい、ちょっと直接コロナ、はい、というわけでもないかもしれないんですけど、来月6月23日で式典が、県でも予定されていると思うんですけども、ここ、昨年一昨年と、縮小で行っているということなんですが、現時点ではどのような方針とか予定として決まっているものがあれば教えてください。はい、現下のような状況ですと、とても3年前の2000人規模3000人規模というわけにはいかないだろうというように思いますが、ただ可能な限りその社会のその情勢、情勢といいますか、ガイドライン等の対策や徹底なども勘案しながら、どのぐらいの人数まで、対象者をどういった対象の方々をご招待申し上げ、県民の、どのぐらいまでを、ご招待できるのかということについては部局の方で今その、調整を進めているところです。すみません、最終的にこの規模感というのを確定するのはいつ頃かというのは見通しありますか。規模感が確定するのは、来週中には確定して、招待状を送る準備をしなければいけないだろうというように思います。はい、ありがとうございます、はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。沖縄タイムズさんどうぞ、はい。すいません、私沖縄タイムズの又吉ですけれども、私もコロナ関係ではないんですけれども、大丈夫でしょうか。すいません、ハワイの東西センターっていうのがあるんですけど、はい、県内 の, 有識者の方とか、そういった方々がまた沖縄でもそういった施設を作ろうというような動きがあるようなんですけど、現時点でまだ構想段階だと思うんですけど、そういった動きを受けてですね、知事の今お考えどうでしょうか。はい、
その国際的なそういうその、まあ、機関というか交流センターといいますか、まあ研究センターの設立については以前から話を聞いておりますし、また一部の有識者の方々は実際にそのいろいろと、まあ、調査といいますか方向性で動いていらっしゃるということは、報道などによって承知をしております。ただでは県の方にも要請にも来られておりますけれども、では、まあ、県として具体的にどのような形にできるかということはまだ具体的なそういう方向性には進んでおりません。なぜならある程度もこの民間の方々はこういう方向性でやりたいという形がはっきりしているので、そのはっきりしている形に、県が行おうと従来から考えてきているものとどのように重なるのか、組み入れられるのか、あるいはもう少しお互いの考え方を、ね、意見をすり合わせなければいけないのかということについては、それは前向きに受け止めています。ただそれが具体的にいつからどのような形でというところまでにはまだ煮詰まっていないので、そういう民間の方々のご意見をしっかりと受け止まりながら、県単独でできるのか、それとも国と協力をした機関になるのかというふうなことも含めて、ではその場合の対応するその国の機関はどこになるのかということもさらにちょっと調査をしていきたいというように思います。はい、ありがとうございます。でしょうか。では他にご質問ございますでしょうか。 NHK さんどうぞ。NHK の川井です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。どうぞ。先ほど最初の RBC さんの質問の中で抗原定性検査を学校で取り入れるというお話があったと思うんですが、はい、これ今学校 PCR がやっぱりかなり検査が追いついていないというところで検討されていると思うんですけれども、これいつからやる方向で今検討されているのかというのをお伺いできますでしょうか。はい、では、はい、保健医療部からちょっと細かい説明を。はい、学校 PCR 検査につきましては学校が学校内あるいは保育所学童クラブ等で出た場合に、連絡をもらって、それから検体を確保する手配を行ってそれを検査につなぐというふうなことですけども、どうしても今10代10歳未満が多いので時間がなかなかその処理するまでに3日以上かかる場合もあるということで、迅速性が少しなかなか担保できなくなっているということとなっています。で、迅速性という意味では抗原検査を有症状者が行うというところが非常に効果がありますので、抗原キットの導入というふうなことの、まあ、ご提案があったんですけれども、実際にどうやって抗原キットを学校の、子どもたちに配るかというふうなことについては少しまだ課題が整理できていないところもございます。で、今回リエゾンとして東京都の検査関係の部局の方にもそのノウハウをですね確認するということで内閣官房のリエゾンとそれから東京都の方から来ていただいた職員の方から今その方法について技術的な指導を受けているところですので、なるべく早めにそういう学校のお子さんでも使えるようなその手元に抗原キットが届くようなですね方法を今検討中です。ちょっといつまでというのがまだ明言できませんけれども、できるだけ早く行いたいと思います。合わせて接触者 PCR センターというのがPCR を検査する県の施設が中部と南部にありますので、そこへの案内も同時に進めているところではあります。以上です。よろしいでしょうか。すいません、今の関連してなんですけども、5月中をめどにとは言えない感じですか。6月とかそれぐらいになりそうな感じですか。時期的なものっていうのは全くわからないようなものなんでしょうか。明言はできないんですが、なるべく早く業者等と調整をしてその仕組みを作っていきたいと思っています。よろしいでしょうか。はい、補足すれば可及的速やかに行います。はい、それでは他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではこれで本日の会見を終了します。はい、どうもありがとうございました。ニフィエテレビタン。